いや、これがね、日本が誇るスポーツカーですよ。660cc でね、こんなに走るのかというぐらいね、驚きを感じます。ホンダのエンジンを楽しみたい方は、この S660 選んでいいと思います。はい、というわけでやってまいりました。ホンダ大好き、ダケ TV だよ。ホンダ E だよ。いやー、S660 生産終了。2022年の3月で生産が終了なんですよ。皆さん、奥さん。奥さん。本当に。じゃあ、ちょっとホームページ見てみるか。これな。S660。なんか特別使用車も出たんかな？あ、モデュール X のバージョン Z っていうのが、315万。だけ。普通のモデュールも売ってんの？まだ売ってんのか。あ、300万。あ、10万。その差10万。どんな感じなん？っていうかこれ新色出てね、これソニックグレーパール？あ、これ新色やわ。これ限定の方は、まあ、特別使用者はソニックグレーパールが追加されてますね。え、何がちゃうの？何がちゃうの？あ、ちょっとちゃうんか。これ、あ、エンブレム。え、まさかこれだけってことはないやろ。バージョン Z 専用サイト見てみましょう。おほほほ。ええー、わ、これ。マニア心くすぐるわ。はぁ、内装こんな感じ。なんかちゃうの？これなんかちゃいますの？あなた。あ、なんかちょっとカーボン調やら、なんか謎のポーチやら。この辺普通のモデュール X となんか違うんすかね。あ、リアゲートが黒いぞ。お、なんかブラックアウトされとる。ホイールも黒い。なんか黒基調でかっこいいかもしれないよ。あ、やっぱ、ブラッククローム調になってるんですね。エンブレム関係が。で、アルミホイールもステンレスブラック塗装されてます。アクティブスポイラーも黒で、まあ、インパネ関係にもカーボン調と。で、やっぱこのエンブレム欲しいわな。あ、で、ロールトップ、これ屋根ね、つけたら赤なんですよね。ほら、赤いぞ。ほら。315万。うん、どうでしょうか。これね、大事に乗ってたら、値段落ちないんじゃないですかね。落ちないどころかちょっと上がったりして。いや、最後の最後ですごいの出しましたね。まあ、S660 は、2015年の4月に販売しましたね。3万台、ぐらい、販売しております。なので、結構売ってる台数ってね、少ない。これ3万台しか売ってないのっていう感じがしますね。はい、というわけで、私ね、こういった、動画よく出しております。皆さんよろしければ、私のチャンネル登録していただけると、嬉しく思っております。そしてグッドボタンもよろしくお願いします。で、気になる中古車ね、中古車実は撮影してきました。一体今いくらで買えるのか皆さん気になりますよね。はい、というわけで本編の方へ行ってみましょう。一体おいくら万円でしょうか。 VTR どうぞ。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダ S660 アルファで、はい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 、今日もやってまいりました。今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見ていきましょう。今日はね、中古車販売ということで、こちらの車176万8000円ですね。初年度登録は平成28年、車検有効期限が令和3年の11月までついておりますね。走行距離は1万3000キロというものになります。いや、やっぱ人気ですよね、S660。いや、このコロナ禍でなぜかオープンカーが売れるといったことらしいんですよね。みんなあれなんですかね、爽快感を求めてるのかなという感じがします。いやー、しかしね、これ改めて見るとすごい、こんなに小さかったかなっていうぐらいコンパクトなスポーツカーですよね。すごいね、やっぱ地面から、すごいスレスレだなという感じがします。これ車高を下げてないんですよね。それでこんなに低く見えるってすごいなと思います。いや、ヘッドライトのね、くすみもなく、綺麗な状態を保っておりますね。いや、すげえシンプルだわ。うん。なんかね、小石の跳ねた様子もなさそう。
実写ね、確認したい方はぜひとも本田和夫大阪東花園店様で、いらしてくださいね。このやっぱデザイン力っていうのがかなり高いなと思いますね。エンジンがね後ろにあって、リア駆動っていうのもかなり面白いですよね。ちょっとね大きさわからないと思うんで、私ちょっと近づいてみますね。はい、どうでしょうか。私ね、ちょっと身長が183センチあったんで、かなりちょっと小さくは見えたかもしれないんですが、まあ170センチぐらいの方であれば普通に乗れるらしいです。で、これね、よく見るとね、ここはね、反り返ってるんですよね。この内側に凹んでる感じです。軽規格のサイズがあるので、この膨らますんじゃなくて凹ますっていうね、そんな技も使ってますよね。エアダクト、これね、ダミーじゃなくてちゃんと開いてるんですよね。空力の方もね、かなり考えられて作られております。タイヤのね、よくこの辺がね、乱気流を送るらしいんですよ。こう、スムーズに風をね、流すような、まあ、ダクトとか、ボディの、空力を考えられた形になってるということなんですよね。はい。後ろから見たら、こんな感じです。いや、すげえわ。やっぱね、これデザインに惚れて買う方も結構多いんじゃないでしょうか。くすぶりますよね。この後ろに、ここにエンジンが乗ってるって思うだけでもね、なんかすごいワクワクしないですか？すごい、かっこいい。これちょっと真後ろから見たら、ほら、お面を上げてるような。これ面白いよな、このスタイル。あ、すごい、中もなんかピカピカやわ。これね、清掃に入れてるらしいです。外装もそうなんですが、内装もピカピカに磨き上げられております。いや、エンジンルームもね、こんなに綺麗なんですよね。これまあ、新車とは言わないですが、かなり近づいた状態になってるんじゃないでしょうかね。この白が綺麗わ。ここで確かダンパーの調整できたんやな。いや、これがね、日本が誇るスポーツカーですよ。660cc でね、こんなに走るのかというぐらいね、驚きを感じます。今日ね、これ試乗させてもらえるので、その辺今からお伝えしようと思います。ではね、内装の方見てみましょう。はい、お邪魔しますと。うわぁ。内装の方はね、こんな感じです。いやー、これ欲しいっていう方の気持ちものすごいわかります。ね、やっぱこの狭さを味方にしてるよな。すごいね、やっぱスポーティーな感じがするんですよね。体にフィットする感じです。こんな感じです。私ね、どうしてもちょっと座高が高いんでね、参考にならないかもしれないんですけど、もうちょっと普通の方下まで行きます。どうしてもね、こんな見え感なんですよ。フロントガラスが結構ね、狭いんで、座高の高い方はね、この上の方の信号がちょっと見えなくなるみたいな。あ、出た。で、これね、6速マニュアル。ぜひね、マニュアル皆さん、免許持ってたら、これ乗ってほしいです。176万8000円でしょ？で、こんなね、もうこれ、ピュアスポーツカーと言ってもいいですよ、本当に。一番楽しめるかもしれん、日本で。ちょっと、エンジンつけさせてもらおうか。後ろからエンジン音が鳴る。うん、これ来た。これあ、なんかテンション上がるぞ。これナビなんかな。大きいラジオの表記なんかな。あと結構ね、ほら USB ポートとか HDMI とかねあるんですよね。でシガーソケット、スマホをちゃんと置けるスペースもありますので、うん、まあスマホを置くスペースしかないと言ってもいいぐらいですけど、逆に言うと、いや本当にね、ちょっとないんすよ、トランクスペースが。助手席がトランクと言った男気のある車ですよね。ちょっとあと、ここちょっとだけなんか牛乳ぐらい置けそうなスペースはあります。あ、ドリンクホルダーこんな後ろにあるんや。あ、よう見たらここカーボン調なんやな。アルファグレードやから結構内装も良さそう。うわ、引く。今もう降りるときめっちゃ引く。で、これちょっとフロントも開けてみようか。はい。
これね、フロント、ここにね、屋根をしまうスペースがあります。ダンパーついてるんや、いいね。これ片手でいけます。ちなみにね、ライトつけるとこんな感じです。うんうん、いいね。この豆球感いいね。これやっぱ前もかっこいいけど、やっぱ後ろよね。っていうかミラー細っ、かっけ。 NSX みたい。ほらこんな感じよ、すごない？この辺後ろめっちゃかっこよくね。これここはね、アクリルでなんかかっこいいっすよね。こっからチラ見するホンダいいね。ちょっとオープンにしてみました。だいたいね、大人一人で、まあ、10分ぐらい、まあ、慣れたら5分ぐらいでできるかな。結構ね、こう、くるくるくるっとね、すまきにして、ボーンと掘り込む感じです。いや、折りたたみもね、女性の方でも覚えたら簡単にできると思います。S660 のシートってね、こんな、あ、これ、え？カバー？シートカバー？ひょっとして。ちょっと純正かどうかはわからないんですけど、パッと見ね、わからなかったですね。まあ、良さげな、シートがついております。では試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。あー気持ちいい、頭出てる。頭出てる。いやー気持ちいいですね。爽快感。これ176万8千で体験できるの？いやー、S6 乗る方の気持ちわかりますわ。いや、これはね、スポーツカーですね。なんでっていうぐらいの、いやー、このレスポンス。わー、面白い。これね、ターボの火球の音がね、シコーンって聞こえます。いやー、もうね、3月ですよ。3月。爽快。ちょっと寒いぐらいが気持ちいいですね。オープンカーってね、意外とね、冬乗る乗り物なんですよ。冬にね、オープンにしてヒーターをつけて乗るっていうのがね、結構いい感じかもしれない。夏はね、もう灼熱で乗れないんじゃないですかね。ちょっとまだミートポイントが慣れてないんですけど、結構、シフトレバー、シフトノブ結構固めかな。一足がちょっと硬い。二はスコンと入る。三、四、五、六ね。六まで入れるの？これ高速でぶっ飛ばす？これ。いや、六で高速でどんな感じなんやろ。あ、一足慣れてきた。最初ちょっと硬かったけどな。うん。まあ、こちら中古車になりますので、そんなにね、走行距離伸ばせないんで、まあ、シュッと行ってシュッと帰ってきます、今日も。大体ね、このミートポイントが分かったぐらいで戻ってくるっていう感じですけど、いつも。やっぱね、車によってね、結構癖が違ってきます。同じホンダ車でも、なんかね、違いますね。っていうか、水で。左後ろ、水で、これ。よっしゃ、行くぜ。今ね、マックスまで、やっぱちょっと踏めなかったです。立ち上げから、すぐやっぱ3速、4速と入れていくわけなんですが、最初はね、結構面白いんでね、2速で引っ張って乗るかもしれないです。結構前の車にね、すぐ追いついちゃうんで、その辺もね、考慮しながら踏んでいかないとダメなんですが、これでも本当にね、これ乗ってて、いやこれ、660cc とか、なんか排気量の問題じゃないなっていう感じはしますね。私ね、ホンダ E 乗ってるんですけど、車もね、後ろにモーターがあって、リア駆動車なんですよね。で、結構その乗り味に似てるなと思いました。なんかね、やっぱ押されてる感があるんですよね。ホンダ車とか、今の国産車ってね、結構フロントのタイヤが回る車が多いですよね。ただね、結構少ないんですよ、リア駆動車っていうのはね。どうしても室内の広く取れないんですよね、リア駆動リアエンジンってね。
これ同じ排気量で同じスペックでも多分フロントエンジンフロント駆動とだいぶ違うと思いますよ。でこれセンターがね、これあのデジタルメーターなんですよね。丸いねこういうデジタルメーターになるんですが、その周りにタコメーターが大きくねブーンとブーンといくんですよ。なのですごいねやっぱああ走ってるなっていうやっぱそういうねアクションを感じられますね。これ今太陽光が結構当たってるんですけど、はっきり見えますこのデジタル、うん、あ結構上の方やなミートポイント。巻き込み確認しづれえわ。うん、ああこのアクセル抜いた時のこのシュコーンっていうね、こういうのがやっぱ楽しいですよね。いや欲しいわこれ欲しいわまあさすがにねちょっと私の年齢となるとこのメインでこの車を乗るっていうのはねちょっとさすがに家族構成とかね、まあ、うち の奥さんも乗りますんで車ねなかなか難しいとこあるんですが、まあもう一台ね車があって趣味でこれ乗るっていうのはね結構ありだと思いますね。もしくはまあお一人でねバリバリ乗るっていう方もいいと思います。ホンダのエンジンを楽しみたい方はこの S660 選んでいいと思います。かなりね極めてると思いますよ。普通の軽自動車、まあ、これ日本特有ですよね。日本独特の文化、その中でこれだけやっぱスポーツに徹した車ってねなかなかないですよね。しかもこのオープンをオープンを楽しめるっていうね、いやーよくこれを出したなと思いましたよ本当に。これ出た当時モーターショーを向かって見に行きました、この S660。 いやその時にね、いや本当にこんなこのデザインのまま出たらすげえなと思ってたんですけど、もうそのまんま出ましたんでねこれに関してはいやなのでねもうワクワクが止まらなかったですよね、この S660 出た時。まあそれがね今中古販売で176万で買えるという時代がやってまいりました。しかもマニュアルですよ。いやこれはね買いだなと私は思います。まあこのちょっと暑い3月でももうすでに暑いっていう感じですけど、いやホンダカーズ大阪東花園店さんでねこちらの車販売しております。詳しくは下の概要欄、皆さんクリックしてくださいね。そして、私のチャンネル面白いと思った方、グッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただいたらありがたき幸せでございます。はい、というわけで今日はS660 の中古販売でした。欲しなった。じゃあね、ボーイ。